ちは。次第で世の中を大きく発展させる草野です。今回は特許のメリットをまとめたものについてお伝えします。でこれまでもちょくちょく特許のメリットについてお話ししてきたんですけども、まあ、今回はそれらをまとめたものでして、でかつ最近あった発見なども含んでます。なのできっと皆さんのお役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。でちなみに特許のデメリットについてはまた次回の動画でお伝えしたいと思います。で今回お伝えする特許のメリットというのは、世の中で一般的に言われていることに加えて、自社で行っている通信確率ドローンの開発によってこう自ら実感したこと、それからですね、クライアントの方からですねいただいた意見、そういったものに基づいてお伝えしたいと思います。で今回お伝えする特許のメリットというのは、その特許の出願や取得をする人の立場に立ったメリットということになります。まあ、なのでこう特許制度自体のメリットということではないということはご理解いただければと思います。でメリットの項目が、まあ、結構多いんですけども、ただそれぞれ簡単にご説明していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。でそれから項目同士一部ですね、こう意味が被ってるものもありますが、ただそれはですねこう視点を変えて言ってるということなので、そこはご理解いただければと思います。で今回お話しするメリットは全部で16個あります。ではまず1つ目から見ていきます。まず1つ目は、多くのアイディア技術を守れるということになります。で特許の保護対象というのはですね、まあ、発明というものなんですね。で発明というのはですね、まあ、簡単に言うとその技術が関連するアイディアということになります。なのでその保護対象というのはこう非常に広いものになります。でしかもですね、特許はこう出願してから20年間権利でそのアイディア技術を守ることができますので、まあ、非常にですねこう長い期間守れるということにもなります。続いて2つ目は、信用力インパクトが大きいということになります。で特許というのは知的財産権の中でも代名詞的な存在となっています。で特許という言葉を聞いたことがないという人はおそらくいないですよね。でそれぐらいですね、こう特許というのはすごいというイメージがありますので、なので特許出してます、特許持ってますっていうと信用力インパクトにつながるということになります。続いて3つ目は、うまく取れば広範囲の内容を守れるということになります。で特許というのは非常にですね、こう書き方とか、あとはですね、こう取り方っていうのが大事になってきます。でちなみにその書き方取り方っていうのは、やはりその依頼するこう弁理士の先生によってこうだいぶ変わっていきますので、そこはですね、こう弁理士の方のこうスキルによるということになります。でそれから広い内容のこう特許を取れるかどうかというのは、その考え出したそのアイデア技術が世の中にこうすでにあるかないかという状況によっても変わってきます。で続いて4つ目は、営業マーケティングでの PR になるということになります。でこれはその特許出願中とか特許取得済みということをアピールするということですね。でよくこう商品のこう宣伝文句とか、あとはですねこうウェブページにこう特許出願中ですとか、特許取得済みですとか、あとは特許技術を使ってますとか、まあ、そういった記載を一度は見たことありますよね。まあ、そういった感じになります。であとはこう商談の時に、まあ、うちの技術はこう特許取ってるんですとか、まあ、そういったことを言ったりもできるということですね。まあ、そういうふうに PR をすることによって、その自社の技術力とか、あとは独自性をアピールするということですね。まあ、それによってこの商品サービスのこう売り上げを上げることが可能ということになります。続いて5つ目は、資金調達への PR になるということになります。でここで言う資金調達というのは、その銀行から受ける融資だったりとか、あとはこうエンジェル投資家や VC などから受ける出資で、それから補助金助成金といったものになります。で特許があるかないかによって、その金額が変わったりとか、あとはこう資金調達のこう成功率が変わるということになります。で当然ですね、こうお金を出す側というのは、そのしっかりガードができているかとかですね、あとはこう独自性とかこう競争力があるかっていうのを見てくるわけなんですね。でそこをですね、評価してもらう上でこう特許があるとこう非常に役立つということになります。続いて6個目は、連携に役立つということになります。でここでいう連携というのは、例えば業務提携でしたり、あとは資本提携、それから共同開発といったものになります。で特許があると独自性とか技術力をこう示すことができますので、こう相手先にですね、こう連携するメリットをこう PR できるということになります。でそれから当然、その連携する際にこう自分たちのアイデア技術をですね、相手にこう盗まれるということも防止できるというメリットもあります。で続いて7つ目は、牽制効果があるということになります。
特許を出している、取っているというと他社からしたらですね、非常に真似しづらいと思うんですよね。まあ、僕がその真似する立場だったら、こう特許出しているとか特許を取ってるっていうアイデア技術に関してはこう真似しないと思います。やっぱりこうもし訴えられたらどうしようとか、まあ、こうも競争ごと揉め事になったらどうしようということになるんで、まあ、そこはですね回避する可能性が高いんじゃないかなというふうに考えています。続いて8個目は積極的に攻められるということになります。これは特許でガードすることによって結果その安心感ですとかその自信につながって積極性が生まれるということになります。まあ、例えばですけどこうピッチとか商談の時に自分のアイデアをプレゼンしたりとか、それからアイデアの詳細をこうホームページに記載したりですとか、あとはこう展示会で商品サービスをこう発表したりとか、まあ、そういったことですね。こういうふうに積極的になることができればこうチャンスが広がっていくということですね。でこのことについては以前出した動画で詳しく説明しますので、興味ある方はぜひご覧ください。概要欄にもリンクを貼っておきます。で続いて9個目は社員の安心感自信になるということになります。社員の方からしてもやっぱりその自社の商品サービスはこう魅力があるのかですとか、あとは他社にこうパクられたりしないのかということがあるかと思います。そこでこう特許があることによってその安心感や自信にある程度はつながるかというふうに考えています。このことは以前の対談動画で触れてますので、興味ある方はぜひご覧いただければと思います。まあ、こちらもですね同じく概要欄にリンクを貼っておきます。続いて10個目は情報技術の流出を防げるということになります。今の時代一つの企業にとどまらずにこういろんな企業にこう転職するのって、まあ、当たり前ですよね。で転職が起きるとですね、当然その人がこう流出するわけなん でその人の流出に伴って一緒にですねこう情報とか技術も流出する可能性がこう非常に高くなります。でその時にですねこの情報や技術の流出を抑えるのがこう特許ということになります。まあ、例えばですけども、ある会社で A さんという方がいて、まあ、その方がこうアイデア技術をそこで生み出したとします。でその時にですねこう特許でしっかり守っておけば、その仮にですね A さんがその後転職して他の会社に行きましたと。でそうした時にこう A さんがですね他の会社でこう前の会社で生み出したアイデア技術を使おうとしてもこう特許で守られてるわけなんで、こう自由に使うことができないわけですね。まあ、こういったことが可能になります。まあ、なのでこう特許というのはですね、その技術やアイデアとこう人をですね、こううまくこう切り離すことが可能となるということになります。で続いて11個目は他者との関わりで存在感を高められるということになります。で割と多くの人が起業や副業をすでにしているか、あるいはこれからしようというふうに考えているんじゃないかと思うんですけども、まあ、そうするとですねこう多くのこう人とかこう企業とこうやり取りをすることになって、でその時にですねこう自分が持っているアイデアっていうのはこう埋もれていったり、あるいはですねこう人に盗まれてしまうとパクられてしまうといったこともあるかと思います。まあ、そういった時にですね特許を出しておけば、その自分のですねこう存在がないがしろにされないと、こう自分のアイデアや技術がこう守られるということになります。でこちらも以前の対談動画で触れてますので、興味あればぜひご覧いただければと思います。続いて12個目はアイデア技術を見える化できるということになります。でどれだけいいそのアイデア技術をこう持っていても、なかなかそれがぼんやりしていて人からは理解されにくいような状況で、まあ、あると思います。でそういった時にですねこう特許を出しておけば、で特許というのはこう出してからですね1年半後にこう公開されて誰でも情報を見れるようになります。でデータベースにもしっかり残りますので、でそれでこう見える化されるわけですね。でしかも特許というのはこう体系的かつ具体的に整理した形でこう記載されるので、こう第三者から見てもですねこう客観性が出るということになります。で続いて13個目はアイデアを広げられるということになります。まあ、これは特許出願の過程でこうアイデアを広げられるということです。でもともと考えていたアイデアに加えて、いろんな角度でですねさらにこう検討してこうさらにアイデアを広げるということなんですね。でこれというのはその弁理士とかコンサルの人とこうブレストをしてですね、こう人の意見もこう取り入れて、でさらにですねこういろんな視点でアイデアを広げていくということになります。で結果としてですね、その当初よりもですね大きな広い権利範囲を抑えてですね、それで広い特許を取得することが可能にもなるということですね。でそれによって権利が何倍にも広がるっていうことは大いにあると思いますし、あとはこう事業計画を立てる上でもこう役立つということにもつながったりします。なのでこう特許出願を行うことによってこう可能性がかなり広がるということになります。続いて14個目は他社のアイデア技術を知れるということになります。
で特許を出すときに、まあ、ほぼ必ずと言っていいほど行うのが先行技術調査というものになります。でこの先行技術調査っていうのはその自分たちが考えたアイデア技術と似たようなものがすでに世の中に存在してないかどうかを調べるというものですね。で調べた結果その他社のこうアイデアやですね技術をこう知ることができるということなんですね。特にですねその特許文献というのはそのインターネット上で出てくる情報とはまた別のものでしてこうインターネット上にはこうないような情報が結構あったりしますので、まあ、それはですね非常に貴重な情報となります。なのでそういった情報をうまく活用していくとこう事業でもですねこう有利に進めていけるということになります。続いて15個目は企業価値時価総額を高められるということになります。で企業価値や時価総額の算出場面としては例えばこう資金調達の場面ですね。こうベンチャーキャピタルとかそういったとこからこう資金を調達するときにその会社のですねこう評価額っていうのをこう決める必要があるんですけども、まあ、その時にですねこう企業価値とか時価総額が算出されるんですね。でその金額というのはこう特許があることによって大きくなる可能性があります。なのでこの評価額が上がればより大きな金額のこう資金調達が可能になるので、まあ、そこにですね特許がこう大きく寄与する可能性があるということになります。でそれからですね M&A の時にも評価額というものが重要になってきまして、でその時もこう特許があることによってこう評価額が上がってそれによってこう高値ですね事業や会社を売却できる可能性が出てくるということになります。であとはですね上場後の時価総額にも影響をします。で一番わかりやすい例だとですねこういきなり正規なんじゃないかと思うんですけども、そのいきなり正規はこうビジネスモデル特許を取得して、まあ、それがメディアにこう流れたことによってそれで多くの投資家の人が反応して、まあ、それによって株価がですね 7% も上がったんですね。で時価総額でいうと約55億円でした、まあ、かなり大きな額ですよね、まあ、それぐらいインパクトがあったりします。でそれでは最後16個目ですけども資産化ライセンス売却できるということになります。で特許というのはこうライセンスや売却ができるわけなんですけども、こうライセンスっていうのはですねこう自分たちがこう持っているその特許の、内容ですね、まあ、それをこう他人に使わせてあげて、で使わせてあげた分その人たちがこう売り上げた分のこう数パーセント分ぐらいをですねこうライセンス料としてもらう形ですね。で売却っていうのはその特許をですねそのまま権利ごともう売却して手放してしまうということになります。でこのようにですね特許というのは資産性があるということですね、まあ、ただその特許単体でこうライセンスとか売却っていうのは実はあんまり多くはないです。で個人的にこっちの方がいいかなと思うのはその特許を単体でですねそのライセンス売却するよりもですねこう M&A と絡めてその事業や会社ごとこう特許を売却した方がいいんじゃないかと思います。まあ、その方がですねこう非常に高い値段がついて高値で売却できるということになります。で以上特許のメリットを16個お伝えしましたが、最後さらっとこれらをまとめたいと思います。特許のメリット1、アイデア技術を守れる。2、信用力インパクトが大きい。3、うまく取れば広範囲の内容を守れる。4、営業マーケティングでの PR になる。5、資金調達での PR になる。6、連携に役立つ。7、牽制効果がある。で8、積極的に攻められる。9、社員の安心感自信になる。10、情報技術の流出を防止できる。11、他社との関わりで存在感を高められる。12、アイデア技術を見える化できる。13、アイデアを広げられる。14、他社のアイデア技術を知れる。15、企業価値時価総額を高められる。16、資産化ライセンス売却ができるということになります。それでは以上となりますが、ご参考になりましたでしょうか。まあ、特許のメリットは細かく見れば他にもあるんですけども、ただ今回は僕の中でこう重要だと思うものをピックアップしてお伝えさせていただきました。で続いての次回の動画ではこうデメリットの面についてもご覧いただければと思います。まあ、当然ですねメリットばっかりではないので、そのデメリットのところもしっかり見ていただければと思います。でそれから今後も主に企業側やクリエイターといったそのプレイヤー側の立場に立ってその知財や企業に関する役立つことを発信していきますので、ぜひとも今後も動画をご覧いただければと思います。でチャンネル登録や高評価もしていただけると非常に嬉しく思います。それでは今回の内容は以上となります。動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。